割れ物なんでハンカチに包んできました。ガラス瓶なんですね。掛け金がついてこの南京錠の鍵をね切れてしまったりするところに、瓶のそこからですね、この中にですね何入れようか、こいつですね、この南京錠結構打ちつけると一瞬です。お見えますですか、この中に入っているの分かりますでしょうか。南京錠が瓶の口よりも大きくどうやって出ないですか、調べてみてください。そこに穴が開いたりしてないですね、はい、これを取り出すにはねやっぱりもうマジックを使うしかないです。これは蓋をハンカチお客さんに持ってもらいます。そこから南京錠を抜き出します。抜いた瞬間ですね、南京錠の動きが軽くなりますので、軽くなったのを感じ取ってください。お、かまった中に取ってかからになっているということを見せてください。お、辛い、まあ、辛いのがあるんですけど、なんで南京錠が出てきたタイプの理由があるんです。で、どういうことかというと、いっぱい入ってたね、もう、はい、はい、はい。